はい、今日はトミカのテコロジーシリーズ東京スカイツリータウンジオラマ運搬トラック開けていきます。これスカイツリーって買ったやつだね。開けてみよう。せーの、できた。じゃん。わ、光ったね。ピカピカピカ。おお、いいね。わ、じゃあこれはじゃあここに置いといて、じゃあここ置いといて、もう一個テコロジートミカもこれ一つだと寂しいからもう一個開けようかな。これテコロジーシリーズの三菱アイミーブパトロールカーだね。これはもう廃盤になってるやつだね。これも開けていこう。はい、おう、これもこれも光るね。これは赤色灯が光るんだね。どっちがいい？これとこれ、こっちがいい？スカイツリーが良かった。よかったね。じゃあこっち見せてください。こっち見せてね。じゃあちょっと見てみようかな。これスカイツリー見に行った時に空町店で買いました。でここには東京スカイツリータウンって書いてあるね。でここにスカイツリーのジオラマが載ってます。後ろのタイヤ回ると光るんだね。光ってるの見えるかな。暗いともっと綺麗に見えるかな、ね、後ろのタイヤはこんな感じかな。あ、ちょっとゴムみたいになってるね、ここはね。でタイヤはサスペンションとかはないです。で他にもカラーバリエーションが他にもあったね。青とかね。ね。こっちのテコロジートミカの三菱アイミーブパトロールカーは、もうこれ廃盤になってタイプだね。うん。でも結構よくできてるよね。で、これも同じくタイヤが、後ろのタイヤ回ると、こんな感じで赤色灯が光るんだね。うん。これいいね。これサスペンションはついてないです。はい。で、後ろのドアが、開きます。そうだね、アイミーブだから軽自動車だからナンバープレート黄色なのかな。よかったね。これ1台よりもこっちもう1台あった方がよかったもんね、うん、仲間が増えてよかったね。はい、じゃあ今日はテコロジートミカのスカイツリーバージョンと三菱アイミーブパトロールカー仕様を開けたね、うん、どっちがよかった？両方。そうか。はい、ふくちゃんまだ2歳6ヶ月だね。これは対象年齢は、対象年齢は3歳からだね。はい、じゃあふくちゃん今日もおしまいです。バイバーイ。